お疲れちゃんです。ラットです。ということで、今回もね、クラッシュライダーやっていくんですけど、今日はですね、こちらのラムライダーのデッキをね、使っていくんですけど、なんとね、ラムライダーといえば、ランバージャックであったり、インフェルノドラゴンとかが一緒なんですよね、基本的にはなんですけど、今回ムートであったりとか、この遠距離といいますか、この4コスのね、こいつらね、なんと3種類いるんですよね、こいつら。なんと3種類。基本的に1枚2枚しか入らないのに、この、まあ、後ろから避ける、相手に合わせて出せるカードが3枚あるっていうので、こう、相手のこう、様子をね、まあ、受けからいけると言いますか。相手が何かしてくるのを待って待って、まあ、カウンター行くみたいな感じですね。まあ、いわゆる引きこもりからのカウンター狙う、まあ、僕が大好きな戦術なんですけど、今日はね、こちらを使っていきたいなと思います。で、ですよ。こちらね、言ったっけグラチャレ勝率今1番なんですよね、こちらが。で、もう2、3、4、5位ぐらいですね、グラチャレの勝率。に、なんとラバーデッキがね、入ってるんですよ。もう、ラバー。で、そいつらをこう、かいくぐって、1位にいるのがこれなんですよね。っていうわけで、まあ、ラバーがね、やっぱすごい多いですね。はい。まあ、そのラバに対しても、まあ、強いと。そして、あと、エリゴレですね。最近、エリゴレヒーラーとか、まあ、よくいるんですけど、エリゴレにもまあ、勝てると。言ったところで、よいしょ、エリゴレ、これで負けたらね、ちょっとどうしようかって感じなんですけども、はい、やっていきます。まあ、何が強いって、これはちょっとむずいんですけど、まあ、ダクネマジアチャーって今結構環境のカードなんですよね。もうこいつらが、もうほぼ確で、どんねっかのデッキには入ってくるような、もうラバーとかにもね、ダクネ入ってきてますし、はい、まあ、こういうのに対して、まあ、受けからね、行って、カウンターにラムライダー行きたいですね。まあ、ムートがね、微妙にいい働きをするんですよね。ムートって、なんかスペル、打ちたいけど、なんか打つのにもなーっていう感じのカードなんですけど、まあ、これに打つと他のね、ユニット残るよって感じですね。このね、マジでヒーラーマジ嫌い。もうだって相手これ、つけてるだけですからね。うわーやべ。これやべえよ、マジ。でも、なんとか耐えて、このマジアチが奇跡的に残ると、ここね、今のね、カウンターできたらよかったんですけど、まあ、マジェチがね、どっか行っちゃったので、ここ一回してですね。で、ヒーラーですね。やっぱり厄介になるのは。まあ、でも、守れないこともなかったですね。で、ここももう一回守りますね。今、逆サイコを攻めたところで、ちょっとしかダメージ入らないので、攻めません。そして、まあ、攻めたらね、このエリゴレはね、なかなか止めきれませんので、さっき10コスくらいフルで使ってあれだったんでね。これちょっとね、美味しくいただこう。で、ここはこれで気持ちいいと、あ、相手やってる。美味しい。美味しい。いや、これしかも、ムートのね、強み。これ、なんか、いるんすよ、ここに。なんかいるんすよね。そしたら、ここにね、こう、もうね、ムートごと。ムートが竹取ってる間に、このラムライダーが刺さるっていうね。で、ここはね、ちょっと、あれに対して5打ちたいですね、マジやっちゃ。で、しかも、ムートの受けがない。最近マジアチャとかダクネとか、まあ、ベビドラが多いんですよね。あとはスケルトンとかも結構デッキには増えてきているんですけど、まあ、そういったユニットってね、一体一体のカードパワーとしてやっぱすごい強いんですけど、この受けですね、こういう陸受けとしてはですね、そんななんですね、最近。なんで、ペッカとかもね、結構ちょくちょくいるんですよね。やっぱ陸受け枯渇っていうので、ペッカもいますし、よいしょ。いや、これはね、もうカード回して勝ちなんですよね。これムートなんですよね。もう、ムートなんかあったっけっていう感覚なんですけど、もう、まあ、僕結構ムート好きだったんでね、こう、陸受け枯渇のムートとかがね、こういるのは、ちょっとね、またなんか新しい環境にもしかしたらね、なるんじゃないかなというところで、多分この人ね、結構有名な人だと思うんですけど、まあ読めないんですけどね。はい。勝てましたね。いきます。というわけで、まあ、勝率ナンバーワンで 70% ぐらいかな。はい、ありましたんで。まあ、この辺、序盤だと、グラチャレ序盤だと、まあ、勝てるんじゃないかなと思います。はい、スケですね。スケとかにも、こう、ムートをね、やっぱ受けるっていうのが、スケは一時的にね、止めるだけなんで、こう、しっかりね、ムートを止めるっていう役割はね、スケルトンできませんので、まあ、輝いていくかなと思います。これ、まあ、アイゴレスケか。アイゴレスケは26か。これちょっと延命したいですね。嫌がらせして、ここさらにもう一回延命して、ここにね、ファイボカポイズン咲いてくれたら、後ろからね、エレキとかムートも咲きやすいので、いいか、これ我慢ですね。我慢なんですけど、こう、マジアチが残るんで、
我慢と言いつつ行きます。OK。 でこれ工場が壊れた時にアイコネに多分竹が行くんで、はい、あれですね、無限ですね。でここは一回落ち着いて、あの自陣でね、はい、タルババで処理すると、相手のねカウンターももう何もないですし、このダメージでかいですね。ハンター U のアイゴリ工場ということはですよ、来ましたね、30死多分ですけど、これもうあのダメージほぼ削ってますし、なるほどね、これはね悩みますけど、多分エリポニ5打ちますね僕は。この後よいしょ、エリポニ5って、これスケだけだとね、そう止まんないんで、もう一枚相手はね裂かないといけません。でこのハンターに来たら、まあエレキもありますし、まあ、ここはステイかな。で多分これでケツから三重式テテテンが来ると思うんですけど、僕の予想的には来ましたね、テテテン。まあ、三重子の弱点は、こう、後ろからどんどんユニット出されることなんですよね。マジックアーチャーであったり、まあ、ダークネクロ、こう、後ろから出すことによって、これがね、結局きついんですよね、相手は。で、これ、アイゴレの角度がいい感じになって、ここはね、もう U の、あえて受けるまであります。あえて受けて、ちょっとね、ここは左が痛そうなので、と、右ですね。右側痛そうなので、右側受けて、まあ、ラムレーが飛ばしてもよかったですけど、はいはいはい。アイゴレ釣りかな、ハンターかな、うん、こうやって絶対防止しないといけないので、三重子が多分出ると思うんですよね、この辺に。構える。トゥトゥトゥン。早い。あー、一体逃すなー、これ。まあ、一体ぐらいはね。で、これラムライダーの鎌で消える。これ、あとはガイもするだけですね。で、工場ババリアンはエレキで止まるんでね。ウッドとかノックバックはこのデッキにないんですけど、まあその分ね、エレキがラムライダーとか、工場バーバリアンとか、そういう勢いがあるのを止めるのにね、エレキが入ってますね。よいしょ、エレキで防衛して、まあ、なんかね、ラムライダー飛ばしてないんですけど、このムートのね、間受けがきついよっていう感じで勝てそうですね。さあ、まあ三重子も久しぶりに見ましたけど、はい、ムートの方がね、暴れていますね。余裕かなと。といったところで、最近というか、今日ですね、今日の朝、リーボルエイマーって読むのか、レブルアーミーとかって読むのか知らないんですけど、今、ブレンチョングカップっていうのをね、知ってるんですよね。よいしょ。多分、この辺の人がクランにいると思うんですけど、あれ、いない。これですね、このカップ。今、大会があって、今日僕、朝あったんですよね、試合。そう、もうね、プロと、あとは有名なアマの人とか、が入ってる大会で、 A から H ぐらいまでグループがあって、各グループ12人とかかな、なんで 12×8 ぐらいで、まあ96人か、はあ、いるんですけど、で各グループ総当たりなんですね。12人で総当たりして、多分何人がその次のトーナメントか、その次のステージに進めるのか分かんないんですけど、まあ上位4人ぐらいがね、多分次のステージに行けるって感じで、まあ、今やってて、今日ね、僕は試合だったんですけど、海外の人がこうメインにね、開催してるんで、日本時間はこう、朝になっちゃうんですね。もう朝5時にもともと始まって、僕らが戦うのは朝7時とか8時とかで、こう戦ったんですけど、まあ、まずね、5戦してきて、僕はね、4勝1敗っていう成績をね、本日、成果出しましたね。はい。4勝1敗。あ、BO3 ですね。BO3 を、こう、何回もあって、まあ、4勝1敗だったんで、結構ね、僕としてはいい成績を出せたんじゃないかなっていうのは思ってますね。よいしょ、痛いんだなこれ。これ痛いんだなぁ。タルパパ転がしたい。これムートが残ったら自然とカウンターになる。オーゲイ。で、これにラムライトつけたわけですね。はい、っていうのがあったんで、まあ、結構ね、4-1っていうのは素晴らしい成績だなと思ってますね。BO3 で4回勝ってますからね。はい。基本的にまあ、何のデッキ使ったとか、まあ、スケラとか、なんかラバとかいろいろ使いましたね。で、ワンチャンなんかね、その動画は、YouTube でそのリーボルエイマーかな、なんかローマ字で、調べたらまあ出てくるんでね、よければ見てもらえたら、僕がね、頑張ってるんで。はい、なんですけど、まあ、2試合同時進行とかね、してたんで、全部の試合は載ってないんですよね。だから、ワンチャンその試合を YouTube に上げるか、まあミラティブで配信するかとかいろいろ悩んでるんですけど、まあ良ければね、見てください。で、来週かな、まあまた再来週ぐらいにその予選の続きがあるんで、諦めましたね。このデッキ強すぎ。OP、ワルタ、ウェイ。という感じで、よいしょ。
まあ来週残り6000かな、6000やって多分3勝か4勝できればね、多分次のステージ進めると思うんでね、ちょっとね頑張りたいですね。でこれね、もう一戦いきますね本当に。でもこのデッキが強すぎて相手が諦めちゃうんですよね。よいしょ守ってカウンターすると、もう後ろにいるムートを止める手段がね相手はないんですよね。はい、というわけでやっていきまーす。であれですね、家の近くに僕スーパーというか薬局か、薬局的なのがあるんですね。パパスっていうものかな、なんかわかんないですけど、まあ、薬局的なところがあって、まあ、近くにスーパーもあるんですけど、基本的に飲み物買うの、薬局行って大きいやつを安いから買うんですけど、お菓子もね、そう、安いから薬局買うんですけど、なんとですね、アルフォートっていうお菓子皆さん知ってますかね。ちょっと、アルフォート。チョコレートのね、なんかビスケットにちょっと、チョコレートがついてるお菓子なんですけど、僕そのお菓子がめちゃくちゃ好きなんですよね。まあチョコが好きなのもあるんですけど、そのチョコレートのお菓子がめちゃくちゃ好きで、まあ基本的に100円ちょっと、まあ108円か110何円か知らないですけど、基本的にそのぐらい値段なんですけど、昨日かな行ったらね、バッカみたいに安かったんですよ、マジで。びっくりっすよ。基本的にちょっとセールで10円引き、20円引きとかならわかるじゃないですか。80円ぐらいかなとか予想されるじゃないですか。もう64円ですよ、これ。もう、こりゃ、たまげたって感じで4つ買いましたね。4つも同じお菓子買いましたね、マジで。まあ、めちゃくちゃ好きなのは好きなんですけど、まあ、安かったんでね。はい、いっぱい買いました。というわけで、まあ、マッチング投げですね。はい。来たー、マッチングしましたね。いや、マッチングちょっと長いんですよね。よろしく。さあ、B ショット、温泉マークついてますね。温泉なのですか？温泉当分行ってないですね。なんか、まあ別に温泉めちゃくちゃ好きとかはないんですけど、皆さん温泉行きます？てか行かないっすよね、まず。温泉行きますって質問が欲しいんですけど、まず。温泉な、でも行きたくなりますね。なんか、僕、学生頃っていうか、まあ中高生頃は、マジで温泉とかマジで興味なかったですね。なんか、親とかって異常に温泉とかに行こうとするじゃないですか。謎に。だから、めんどくさいなーって感じだったんですけど、こう、まあ、年齢を重ねて、まあ、まだ20歳なんですけどね。行くとですね、温泉行きてぇなーってちょっとなってきますね、マジで。わ、これ最悪だ、これ。これ5っても残るやつやん。おら。あ、こけす。おげん。そう、温泉行きたいんですけど、まあ、行く、どこに行こうって感じですね。ワンチャンね、その蔵の、みんなと行けたらハッピーみたいなとこあるんですよね。ワンチャンね。そして、射抜いていくよ。いや、素晴らしい。いや、角度も素晴らしい。いやー、素晴らしい。いや、もうね、素晴らしい。そう、最近調子いいんですよね。いっつも言ってる。一回ね、一回温泉行くともっと調子よくなるみたいな説はワンチャンありますけども、よいしょ。さあ、よろしく。で、まあ今日の大会の話でもしようかな。さっきしたんですけど、大会でも BO3 でね、結構海外の有名なプレイヤーばっかだったんで、本当に名前聞いたことない人はほぼいないような、まあちょっと君誰みたいな人いたんですけど、世界一のジャイ使いっていう人がいるんですよね。あ、天狗とじゃないですよ。天狗とは天下一のジャイ使いなんですよね。じゃなくて、世界一のね、ジャイ使いっていうウィングスっていうプレイヤーがいるんですよね。ウエスト、シアルウエストのプロ選手なんですけど、まあ、その選手やって、一本目ね、なんかのデッキ使って勝ったんですよね。だから、こう、二本目、っていうかこう、一回負けた状況で、絶対こう、ジャイ来るじゃんと思って、マジで、ジャイメタの、こう、ペッカスキャラみたいな、もう、とっさにこう、自作で作ってね、スナイプしたんですよね。もう、そしたらですよ、なんともう、なんか、普通な、全然違う、もう、ね、ただのデッキ、その辺のデッキ来て、しかもなんか、たまたま、イグ相性悪くて、なんか、はあ、もう開始マジで30秒ぐらいでタワー1個おられましたね。でも何もできずボコボコにされて、まあでもその後ね、3戦目こう取り返してみたいなのね、ちょっとありましたけど、あんまね、スナイパー良くないかもっすね。結構するんですね、 BO3 とかだと。君次これ来るよねみたいな感じで、結構メタデッキをね、僕よく使うんですけど、ヒーラー強いよね。うん、ヒーラー強いよ。うん、
あ、それはうまいわ。それはね、うまい。はい、というわけで最後負けるんかーいって感じなんですけど、まあね、こういうこともありますね。ヒーラーですね、ヒーラー。そう、ヒーラーがね、思った以上に強い。だから最後の敵のデッキ、あれですね、ファイブとポイズンが違うだけなんで、もしかしたらこのデッキね、結構強いかもしれないんでね、まあ、僕のデッキもですし、相手のこのデッキもね、よければ参考にお使いください。というわけで、まあ、珍しいね、最近ムート見なかったんで使ってみたんですけど、結構ねありだなと思いました。またちょっとね、環境最近同じのばっかなんですけど、こういうムートとか、まあなんかホバリングとかね、最近見ないのが出たらね、そういう系も使っていくので、よければね参考にしてください。チャンネル登録とね、高評価の方もよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。